スターが愛を語るとき、いたずらなその目は何を見つめるのか。レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイトドゥワー、アクアスエイト木八。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、1月の12日木曜日です。今日はスタジオをね、いつものスタジオを飛び出して大田原市にあります自家焙煎コーヒーのブラピさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いしますというわけで、担当は私アッコと、はい、DJ トムです。そして技術はマコです。はい、そして作家のさんです。作家の高井さん、はい、まあ、今日はね、それでブラピさんということで、はいはい、さっき20分ぐらい前に曲をちょっと作ってちょっとサビの部分だけね歌ってみましたけど、びっくりしてました。はい、急に名前が出てくるんで。すいません。それで、え、オープニング、オープニングじゃなくて、ね、まあね、先ほどからもう皆さんお分かりでしょうけれども自家焙煎コーヒーのブラピさんね、はい、マスターです。ブラピの根本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ最近はこうね、ココブルーとかみんないろんな方も、地元のね方もお世話になっておりまして、今日はやっとブラピさんがね、ゲストにお迎えして、っていうかお邪魔しちゃった感じ、乗り込んじゃった感じですか。っていうかさ、なんで今まで呼ばれなかったんだよっていうのが本心だと思いますけれどもどうも遅くなりまして申し訳ありませんでした。ここまで来るのに1年かかりました。そうですね、うん、今日は1月の12日ということで、はい、今日は何の日あるんですか。はい、今日はですね、スキーの日、いや時期ですね。スキーの日ね、はい、スポーツ用品メーカー水野の直営店エスポート水野さんが1994年に制定しました。なぜかというとですね、制定されたのがその平成6年ね、1994年で、その理由はですね、明治44年アッコさんが生まれる前の年だね、うん、その前かな、はい、オーストラリアのレルヒ少佐が新潟県の、高田陸軍なんとか隊読めません、昔の自覚と ね、 あ、ね、そこでスキーの指導を始めて、日本人が初めてスキーっていうのをやったのが明治44年の今日ということです。でまあね、時期が時期だけに第1回全日本スケート選手権大会1930年も今日開催されました。結構古くからやってるんですね。ですね。あとはまあ小ネタって言ったらちょっとね、あの受験生に怒られちゃうけれども、センター試験が1999年まで国公立大学のみだったんですけども、1990年の今日から、私大私立も加わりましたという、はい、で、今日の本題はじゃあアッコさんに問題です。問題、はい、下駄と手拭いで思い出すものは何ですか。下駄と手拭い、あ、もうアッコさんもう来たよ銭湯、なるほどね、それも合ってるね。神田川。ね、釜屋と広下ムッシュ釜屋さんが、正式名称なんですかね。1939年の1月12日生まれ、ザ・スパイダースの元メンバーでもあり、
現在1989年以降はミュージシャンとしてムシカマヤツが正式な活動名でありで、東京都出身で血液型は B 型で、エピソードを一つ、ザ・スパイダース時代にビートルズ日本公演の時に前座として出演を打診されたそうです。でも出なかったんですよえ、もったいないね。え、理由わかります？アッコさん、じゃあワコさん知ってるかって聞いたことない。あ、そうなんだ、はい、あの PR としてはねすごく美味しい話だったんですけれども、そのコンサート自体をお客さんとして見たいがためにそれを断ってメンバーの何人かと客席にいたというのが見たいもんね、うん、もうステージに上がるよりそれを見るんだという決心から断っちゃったそうです。それでドリフターズドリフターズ、そう、全然ね、あ、そうなの？そうなの？あ、それは知らない。というかそのうちあれですよね、ココブルーさんもいつかね大物の前座断るような日が来るんでしょうかね。見たいですよね。断っちゃうんだよ、やっぱり。レディオアクア。この心理あ、言っちゃったすいません、もう一回やる？ですよ、はい、はい、ジングルお願いします。え、もう一回やるのレディオアクアス、あっこの心理テスト、何そんな振り付けいつできたの今できたんだ合わせるの大変です、ね、ああなるほどね、そんなとこで関心来週忘れてるとき多分ないね、もう違うバージョン、ね、もう忘れちゃうはい、それではいきますよ。皆さん覚悟はいいですか？今から心理テストします。はい、あなたが一人で山道を歩いています。そして山道を歩いていると突然ホラー穴がありました。ホラー穴の中を覗いたあなたは何を見つけたでしょうか？今日は4つ選択肢がありますので、4択です。 ABCD ってつけますからね、はい、はい、ホラー穴に何を見つけたでしょうか？まず A、 人の死体A は死体B は狼の赤ちゃん C は宝物 D 空き缶、ね、ホラー穴の中何をあなたは見つけたでしょうか？A は死体、 B は狼の赤ちゃん、 C は宝物、 D は空き缶です。どうですか？もちろんお宝物。あ、宝物、はい、はい、金塊にザクザク、うん、トムさんは空き缶かな、空き缶、 D、 C、D、 高木さんは B です。 B、 狼、エロ、はい、F だそうですいや、それ C でしょ、宝物でしょ、あ、宝物宝物ね、はい、じゃあとりあえずアッコさんが A ね、は、はい、アッコさんが A、 絶対 A、 絶対 A、 どうよ、でもそうだね、死体っていうかこう、骸骨がイメージできる。はい、いいですか、皆さん決めましたか？はい、それではいきますね。ホラー穴の中何を見ましたか？これは何かわかるかというと、あなたのお人よし度がわかりますお人よしかどうかみたいな。はい、まず A の死体を見つけたあなた、私だ、真面目で出たよそれ今順番入れ替えたでしょ死
主体は真面目で気難しい面が。お人よしそうに見えて結構クールかもしれません。でクール違うないや私これ最初狼の赤ちゃんと思ったんですけどもね、でも合ってないかな。はい、次 B の狼の赤ちゃん。 B 高井さんがね、はい、あなたは気まぐれ屋さんです。人がいい時もあれば時としてクールだったり気分に左右されるタイプかもしれません。合ってる？合ってる。そして次いきます。 C の宝物を見つけたあなた、はい、みんな3人、はい、本当に3万人本当に空き缶いないんだ。忘れんな。空き缶はい、 C の宝物を見つけたあなたはとってもお人よしです。サービス精神が旺盛だから嫌だと思っていても顔に出せないのではないでしょうか。うん、顔出しちゃう。顔出しちゃう。え、今出てないっすよ。え嫌なんだ。わかりやすいって言われるけど。なるほど。はい、そして D の空き缶。空き缶は人並みのお人よし。特に気に入った人にはお人よしぶりを発揮しちゃうタイプです。あ、気に入った人にね。とよしなふりをする。ふりなんだ。なんでそこでおひれつくわけ。ということで、お人よしぶりがわかる心理テストでした。レディオアクアス。那須野ヶ原ピープルパート1ということで。はい。長引いちゃったけど、はい、はい、今日はですねブラピのマスターさんにいろいろ話をお伺いしたいと思いますけれども、はい、うん、まずあのお店の名前になってるあの自家焙煎かなりこだわりがありそうですけれども、はい、コーヒーどこら辺、まあね、話せば 2,3 時間になるんでしょうけれども、そうですね、一言でっていうか3分ぐらいで言うとコーヒー豆は鮮度が大事なんですね、はい、それを今いろんなところでコーヒー手に入るんですけど焙煎してからもうすごい日が経ってるのも売られてて本当に美味しい味香りを皆さんがなかなか感じられないというか召し上がられてない。あ、うん、で自分はコーヒーずっと好きでいろんなお店で今までお店始める前に買ってたんですけど、はい、やはり気に入った豆自分の好みの味とかそういうのになかなか出会えなかったんです。あで、実は友人が、はい、あのもう、5年前に喫茶店を開いてた友人がやっぱり自家焙煎をやっててそこにずっともう通ってたんでその焙煎したての美味しさとか香りの強さだとかそういうのも見せられちゃいまして、で自分でお店開くときは絶対自家焙煎しようと思って、まあ、そこでまあ少し修行みたいなあの練習みたいなのをずっとやってたんです、ね、その美味しいコーヒーに出会えなくてこうね探しちゃったっていうことはマスターの中には美味しいコーヒーっていうものを知ってたわけですよね。あの若い時に実は喫茶店に勤めてたんです、でそこで大手のメーカーさんのコーヒーを使ってたんですけど、うん、どうも自分の口に合わないで、そこの私の師匠であるマスターがここのコーヒーおいしいよっていうお店を教えてくれて休みの日に飲みに行けという、うん、そういう話がずっとあっていろんなお店に休みごとに自腹で行ってコーヒー飲んでで自分の好みの味を探したりとかいうのをやってて、うんうん、でそこであのまあ、池袋の小さいお店なんですけどあの美味しいお店があってそこにずっと通ってた。でそれを自分で再現したいなっていうのが、まあ、ことの発端ですかね自家焙煎の、はい、なるほどね、うん、あの、あ、
はいはい、え、美味しいですもんねってコーヒーね、うん、本当に。あのいろいろこう銘柄とかあるじゃないですか、はい、どこら辺が一番お好きなんですか、まあ、個人的に。個人的に好きなのはあのお店のお客さんにも勧めてるんですけど、ガテマラっていうあのコーヒーが、はいはい、あの苦味とかそれから、深みコク酸味、少しだけ酸味があるんですけど、あのバランスがすごく取れてる豆なんですね。はい、うん、でそれが一番好きで昔からずっと飲んでたんです。あ、なるほど、うん、じゃあもうブラピさんの売りはその ガテマラ、はい、あのね、我々みたいそれど素人だと、はい、なんか誰に教わったか知んないけど、なんかブルーマウンテンがすごいんだとかなんかっていうようなイメージがあるんですけど、はいはい、そういうもんでもないんですね。あのブルーマウンテンは確かに美味しいんですけど、あの軽いんですね。あのすごく飲み口がいいんで、だから受けてるのかなと。で豆の生産量も少ないんで、普通の豆の10倍ぐらいの価格で店頭には出てるんですよね。もうだからそれは高くて美味しいっていうのと僕の感覚としてはちょっと違うな。まあ好みなんで、コーヒーっていうのは嗜好品なんで、うん、そういうすっきりした軽いものがお好きな方はブルーマウンテンはいいんでしょうけど、何しろ高すぎて、あの私も隠し玉で持ってるぐらいで、店頭には一度だけ出したんですけど、うん、なかなか皆さん高いんで飲まれなかったっていうの、そういうのが過去にあったんですけど。あれは軽いんですか？そうですね、あの全体的に軽いですね。あの入れ方によりも、あの入れ方でも変わりますけど、なるほど、すっきりっていうのは正しいのかな、飲み口がいいっていうか。あっこさん結構あれですよね、コーヒーとかあっちこっち飲みに行ってるじゃないですか。そうですかね。あ、マスターの前だから遠慮して。いや、僕はあのいろんな喫茶店のみ行ってますよ、カフェ。もう大好きなんで、それぞれ店の特徴があるんで。いや、というのもあのこちらであの今日のね配信とかやりたいとかって言い出したのも多分アッコさんだし、あのいろんな面でやっぱり ね、あのブラピさんっていうけど。いや、もうブラピさんのコーヒー美味しいなとは思ってますけどね。どこら辺が？どこら辺、まあ何がどれが美味しいっていう、やっぱり飲んでみてなんか自分にね合うっていうか、やっぱり相性みたいなのありますよね。そうだよね、うん、どれが高いとかね、どの種類がとかっていうよりも、でもお酒もそうだし、いろんな食べ物もそうだけど、別に値段に比例はしないですよね。あの好き嫌いですよね、その人の好みなんで。あのうちの豆も大体今7種類から10種ぐらい持ってるんですけど、やはりそれぞれにあのお客さんってついてるんですね、うん、来るたんびにも、例えば昔モカって言われてたイルガチョウが好きなお客様はそればっか飲まれるし、あの濃いコーヒーが欲しいってお客様はケニアっていうあの深入りした豆をずっとそれ飲まれてますし、あとですね、あの一般の人だとあんまりちょっと感覚がないかなと思うんですけど、お話の最初の方でその焙煎してからの鮮度とかそういうお話ありましたけど、あのそういう日にちが経ったのと経ってないのとかっていうのはどのぐらいってちょっとね表しにくいですけど、どのぐらい違うもんなんですかね。そうですね、まず入れた直後の香りがですね、例えば3週間ぐらい経つともう半分以下ぐらいに香りがまず抜けちゃう。半分ですか。はい、まあ密封瓶に入れて冷暗所に入れとけばまあそこそこ持つんですけど、でも実際に私たちがこう入れてる時の香りが基準を持ってますんで、自分でもう時間が経ってくると、まあ、あの豆の炭酸ガスの膨らみ方が、コーヒードームっていうんですけど、その膨らみ方が違ったりとか、立ち上ってくる香りが弱かったりとか、はい、うん、炭酸ガス、はい、あのコーヒーはあのうちはペーパードリップで入れてるんです、こうやって、はい、まあところ見たことあると思うんですけど、あのコーヒー豆がふーっと膨らんでくるんです。あ、お湯をこうコーヒー豆に垂らすと、
と、それはあのコーヒー豆の中に含まれているわずかな炭酸ガスがわーっと上に出てきて、まあ、コーヒードームと言われる膨らみ方になっているんです。ああ、それで膨らんですか。はい、でその膨らんだところに雑味までが上に上がってくるんで、余分なものが上に上がって美味しいエキスだけが下に落ちるっていう。すごい。あの古くなるともう全然膨らまないんですね。僕らがやってもいくらやっても膨らまない。あの膨らむのはなんかプロの人がやるからかなと。それあのよくスーパーでこうあの封開けてガーとかってやって買ってくるので、あんななんないですよね、ブワーって。いやもう私たちがやっても無理です。膨らまないです。まあ、 あの1回目はまず絶対膨らまないです。2回目からはそれなりに膨らますことはできるんですけど、ただそれが目的じゃないんで。あ、まあそうですね。もういかに美味しくそのエキスを抽出するかがやっぱりそこの入れる人の技なんで。だからね、同じコーヒー豆でも入れる人によってだろうから、うん、素人が入れるのとやっぱりこういうプロの方が入れるのと全然違うと思いますよね。まずこうペーパードリップされる方はですね、一番注意してほしいのはあの最初にこう、まあ、50円玉ぐらいまでお湯を入れていただいて30秒ぐらい蒸らしていただきたいんですね。と全体にあのしっとりこうお湯がこう行き渡って、そこから入れるとその美味しいエキスが下に落ちやすくなる。で、あのマシンで入れるとそれがないんで、その美味しいエキスができてないんですよね。だからそこのコーヒーマシンで入れると味が出てこないのはそこなんです。そこの違いなんです。僕らちゃんとあの蒸らして美味しいエキスを落としてから、うん、もう次の 2回目3回目ってこうやってお湯を足していくんで、その先ほどそれ雑味は上にこう上がってき、はい、その雑味っていうのは落とさないんですか。そうですそうです。膨らんでる段階で、下のお湯の量、下に抽出されたコーヒー液の量を見てもう外しちゃうんです。全部落ちきらないうちに外しちゃうんです。あのぺったんこまでこう落としちゃうと雑味まで下に落っこっちゃうんです。もったいないからってね。そう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 。絶対素人はあれだよね。もったいないからもうなんかね上がこう、はい。ああ。もうだからそれは途中でも半分ぐらいへこんだ段階でもう外しちゃうんですね。必ず。うん、落ちきらない前に外しちゃって。というね、こだわりのコーヒーがこちらのお店に来ると飲めるんですけれども、最後の方でもまたあれですけれども、ちょっとアッコさんお店の場所紹介していただいてよろしいですか。お店の場所、はい、ここは栃木県の大田原市ですけれども。うわすげえ。そこから行く。まあ、実はあの月に一度ね、あの朝一のイベントをいつも紹介してるんですけれども、大田原市の山手整骨院とか、あの、うん、栃木銀行がある通りなんですけれども、はい、中央通りっていうんですね、これね、はい、ここの通りね、道沿いなんですけれども、隣は倉屋敷さん。いや、隣はあの泉屋さんって醤油屋さん。醤油屋さん、はい、そのもうちょっと向こうですね。そうですね、その先が倉屋敷、ね、すいません、道案内の人選を完全に間違えました。最後のに文字田のマスターに直接説明していただくので、次のコーナー行きましょう。レディオアクアス、ココブルーの青色ザンマはいはい、どうぞ。何を、何今日はあれこテーマ青色ザンマのお話あるってどこにあるって何やります？え、なんだっけ？なんか話。あれ、和子さんが言ったんだっけ？え、青色三昧で何？うん、今三月の話ですか？はい。マスターにちょっとこう引っ張り込まれて。うん、あるイベントですね、これね。イベントが、ね、うん、3月に行われることになりました。はい。はい、それは大きなイベントなんですかね。はい、大イベントです。大イベント、はい、音楽イベント計画されて、名前も決まりました。はい、はい、サウンドクロスイン大田原。かっこいい。かっこいい。トムさんが言う前にかっこいいって。そんなことに生きがい感じのやつ。日取りは3月17日の
土曜日ですね。うん、もう今からね、皆さんこう手帳開いて3月17日は、うん、いいですね。そうですね。サウンドクロス。サウンドクロス。サウンドクロス。おお、うん。これ音楽？音楽祭。音楽祭ですね。音楽中心のあれですね。はい、うん、どういった音楽の方がそれ参加されるイベントなんですかね。ですね、アコースティックギターで歌われる方が一番多いんですけど、あとはもうプロデビューされてる方たち、南米の音楽をやられてる方たちとか、さまざまなジャンルの方を、お招きして、でそこで、大田原を盛り上げようということで、市内6カ所に会場を設けて、6カ所、はい、中央通りを中心に6カ所の会場で、同時にじゃああちこちで、そうです6カ所同時に音楽が流れると、うん、へえ、どこ行ったらいいだろうって迷っちゃう。はい、3月にはしっかりと皆さんにチラシをお送りしたりとかね、ポスター作ったりといろいろ今準備してます。はい、それの主催は、主催で私と商工会議所の振興課長2人で、お酒をちびちび飲んでる時に出たお話が、いつまにかこんな大きなイベントを開催するっていうことになって、はい、それで和光さんもなんか、はい、音楽の、はい、音楽の方の、まあ、総合プロデューサー的な役割をお願いして、手伝ってもらうことでお願いしました。サウンドクロスって感じ。クロス。まあさっきね、和光さん引きずり込まれたとかって言ってますけど、多分自ら飛び込んだっていうのが半分以上だと思うんですけどね。はい、正解です。大体そのパターンですね。はい、そうか。まあそのね、イベントもおいおいこう、そうですね、きちんと決まってくるでしょうから、うん、また木八で紹介して、まあね、木八の方には随時入ってくると思うんで、はい、そうですね、また直前あたりにでもね、そうですね、はい、レディオアクア心の発芽プロジェクト、ね、ラブ注入そういうあれだったんだ。いや、わかんない、今作った。まあできればもうちょっと若い人にやってもらえそうはい、ということで、はい、ということで、今日は心の発芽プロジェクトの、というと、あ、高湯さん、はい、作家の高湯さんからいつも原稿をいただいて、はい、高湯さんちょっと心の発芽プロジェクト説明しようよ。じゃあ、ね、今からのこれをね聞いて、はい、うん、どんなものかそれぞれに感じてもらいましょう。なんか効果音もらえます？効果音え？ちょっとゆっくりのような印象なので、トムさんお願いします。トック、はい。君の一番したいことは何？それを考えるとワクワクドキドキ感が止まらなくなるようなものって何？そのことをすることだけを考えてごらん。少しも恥ずかしいことなんてないから考えてごらん。そこからすべては始まるよ。ですね、原稿の中のね、いくつかの文字が大きいんですね。はい、で、大きなパートは全部アッコさんにやってもらいました。文字が大きいのをどうやって表現するかという難題だったんですけど、それで笑ったんですね。え？ただ単に声で隠しましたね。そういう手で来たか。ということで、また
続きは来週、ね、うんうん、こういった、ね、感じのいいですね。レディオアクアス那須野ヶ原ピープルパート2。はい、ということでパート1の方でちょっと気になった方もいらっしゃると思うんですけれども、マスターはずっとこの職業をやってたわけじゃないんだってちょっと気がついてた人も多いと思うんですけれども、何かこの業界に入ってこのお店を作っちゃうあたりのいきさつとかそこら辺のお話お願いできますでしょうか。さっきまあお話した昔若い時に喫茶店に勤めてたってお話をしましたけど、実はその店は閉まっちゃったんですね。そこ の, あの経営者の都合で、はい、で、その時も私カウンター入ってコーヒー入れてたんで、このお店譲ってくれとかやらしてくれと貸してくれって話をしたんですけど、そのマスターがお前はまだ若いからもっと修行しなきゃダメだと。あ、ちなみにおいくつの頃だったんですかそれは。25。あ、はい、で、でそこのマスターがですね、まあ、私の師匠が何を考えたか、会社員やれと、サラリーマンやれと、俺の知ってる会社があるからそこの会社に入れと、まあそんなような話があって、お店は閉まりました。で私は、まあ、そのマスターがあの勧めてくれた会社じゃないんですけど、あの某大手通信会社系の会社に潜り込めたんで、はい、そこで、まあ、サラリーマンをやらざるを得なくなっちゃって、本当は喫茶店やりたかったんですよ、ずっとも う, もう喫茶店の楽しさっていうか、お客さんとの会話の楽しさっていうか、美味しいって言ってくれた喜びとか、そこで全部あの感じてたんで、このままやりたいっつったんですけど、まあ人間的にね、修行してこいと、その師匠が、職種的には全然違いますからね。違います、うん、やはりそこのマスターも苦労人で、いろんな職業を転々として、で飲食系の道に入って、まあ、喫茶店を、まあ、私が住んでた練馬区なんですけど地元で開店してて、まあ、そこに縁があって私が勤めることになったんですけど、はい、うん、今はその師匠さんがサラリーマンをやれって言ったその理由はもう分かってるんですか？分かんないんですよ、残念ながら。あのもう亡くなってしまってついに聞けなかったんですよ。ただですね、今、まあ、サラリーマンを去年、実は12月で、ん、去年、一昨年、一昨年の12月に、ね、はい、退職してでこの商売を始めた時に、やはりサラリーマンの経験っていろんなところで生きてるんですよね。いろんなあの営業もやってましたし、はい、物売りをやってたりとか、それからコールセンターにいたりとか、お客さん商売をやってたんで、そういうのがやっぱり今の自分のこの肥やしっていうか、はい、そういうものにつながってるんですよね。長かったんですか、うん、そのサラリーマンでも途中でもやめよう、何十回やめようかなと思ったんですけど、そのたびに転勤で次のところに行けとかね、そういうタイミングを逃しちゃって、本当にもう何回も何回もやめようって、もう同期生だとか仲間に言ってたんですけど、まあなかなかやめられなくて30年、32年かな、うん、なんか、うん、サラリーマンを出会った時からこう、ま、ね、ブラピのマスターっていう感じだから、とてもなんかサラリーマンをね、やってらしたっていうのが想像つかないですね。っていうかその、やりたいことがもう20代の前半ぐらいから決まってたのに、別な畑に30年間も修行に行ってたってすごいよね。でその間はあのコーヒーをあちこちって飲んでたんですね。あ、うん、いろんなお店行って飲んでて、もう美味しいと言われるお店、まあ、人が美味しいって言われればそこに行って、まあ美味しいご飯も食べたりとか、はい、あの自分のこの、うん、なんていうんですかね、元になるように味を、うん、いろんなところでいろんなものを食べて、いろんな味を覚えたり、うん、何が本当に自分が好きなのかなとかね、はい、うん、そういう時間に使ってましたね、もう30年間本当に。まあ今になってみれば、結局その30年はやっぱり
無駄にはなってなっていうことですよね。それすごい師匠ですね。本当にいい師匠に恵まれて、ね、あの本当に今元気だったらね、あのお店来てもらいたいんですけど、残念ながらちょっと数年前に亡くなられちゃったんで。で、ね、そんなこういろいろありまして、いろんな思いもありまして、今ねここにお店やってるわけですけれども、コーヒー以外のあのメニューもありますよね。うん、はい、まあここのメニュー開発は実は私の弟はあのコックやってまして、うん、もう根っからのコックなんですけど、高校出て、はい、調理の世界に入ってやってたんですけど。うん、メニュー開発ったらおこがましいですけど、うん、何をしようかした時に、うん、このお店に来て雰囲気からやって、喫茶店だよねで、うん、じゃあまずナポリタンっていう話がありまして、このナポリタンって喫茶店のナポリタンっていいじゃないですか、うん、もう定番っていうか、ね、定番ですよ ね。ただそのナポリタン今の味にするまで、うん、今の形にするまではもう何十食食べたか分かんないぐらい2人で食べたんですけど、あの鉄板にあの卵を敷いて、その上に、まあ、ナポリタンを乗せるようなスタイルで今提供させていただいてるんですけど、はい、まあ、それはあの、名古屋の方でも、あの定番になってる鉄板ナポリタンを少し、いじらせてもらって、今、鉄板ナポリタンっていうのが、まあ、私の、まあ、売りですよね、お店の売り で、はい、であとはカレーっていうのがやはり鉄板ですから、カレーでも普通のカレーってなかなかあのお店来て普通のカレー食べてもつまんないんで、じゃあキーマカレーが、これも私自分が好きなカレーなんですけど、キーマカレーを少しいじって、はい、ということでですね、ちょっとここで割り込み情報なんですけれども、カレーのお話が出ましたので、ちょっと割り込みで、那須塩原カレーフェスタ、那須塩原をカレーで盛り上げようということで、はい、あの決してね、那須塩原の那須野原の大地にカレーをどもりするわけじゃないですよ、盛り上げるって言ってもねここを笑うとこじゃないですから、あの冷たく流してください、こういう冗談は。はい、協賛店はですね、もちろん自家焙煎コーヒーグラピさん、あとアメリカンビアバーレッツさん、シャンディニバスカフェさん、アイカケンさん、エコガレージ森屋さん、春菜庵高山さんちの6軒がそれぞれの味のカレーを持ち寄るということで、これはちょっとね、6軒、はい、これ6軒あって、なんかこうあそこはライバルだとかそういう気持ちにはならない、いや、そういうのない、逆に自分で食べたいなっていうあのカレーばっかりなんで、特にあのシャンディさんですとか、アイカケンさんは、そうですね、シャンディさん、そうですか、あの南インド風のカレーなんですね。でそれぞれ特色あるカレーをあの両店舗さんも出されてるし、はい、アメリカンビアバーグレッドさんは何を出すかちょっとまだわからない。トムさん、アイカケンさんって言われる。名前みたい、人の名前がと思った、アイカケン、アイカケン、アイカケン、うん、なんだっけ、あ、あ、アイカケン、アイカケン、アイカケン、はい、あ、アイがなんだっけ、なんとかカレー研究、アイ、アイの、アイのカレー、アイのカレー研究所かな、ああ、そういう、今、ね、パタギニっていうところで、通常週末だけかな、あのカレーを提供してるんですけど、うん、はい、ということで6軒もカレー屋さんが出て、皆さん、私食べきれないと思うじゃないですか、うん、ところがまあちょっとお腹いっぱいになるんでしょうけども、6軒全部食べられるような工夫はしてあるとの、食べられるんだ、はい、ことです。はい、1月22日日曜日11時から15時まで、会場は那須ガーデンアウトレットそばのエコガレージ森屋さん、はい、ということで、このチラシがね今、うん、もうね、日本全国の街角で今見られると思いますけども、このカレー色のチラシ、ぜひ見たら手に取ってお持ち帰りくださいって感じですね。小田原市と那須塩原市に結構ね、これ
全国って言って全国はい、ということでちょっと話ちょっとだけ戻しますと、すいませんね、弟さんはずっとコックさんやってたわけですよね。そうです。で、兄貴であるマスターはその修行のために30年間サラリーマンやっててなんか悔しくなかったですか、そこらへん。あの、実はここに来ましてですね、兄弟の位置関係が逆転しましてフライパン振ってる手がダメだってピッとこう箸が飛んできたりとか、もう結構最初の1ヶ月間はここで2人で付きっきりであの並んで調理をこうやってたんですけど、もうやっぱりプロから見ると火の使い方がダメ、塩の使い方がダメ、もうダメ出しの連続が1ヶ月間もう集中でそこでもうやってたんですけど、お店開く前1ヶ月間でも優秀な弟さんですね。あ、大概家族とか身内の人に言って親身になって教えられないもんなんですよね。あのね、我々もっていうか、私あのパソコンを教える仕事とかなんかやってて、でその仲間とかもいるんですけど、やっぱりあの家族には10分教えてるともうイライラしてきてあのそう仕事として行ってるところだと2時間3時間の講習平気でやるのに、家族だとね10分ぐらいでもうダメだって言うんだけど、でもいや怒られっぱなしですよ、本当に怒られっぱなしで。でももね、根気よくね、うん、教えてくれて、で1ヶ月間こう準備期間があって、で開店して2ヶ月はここにいてくれて、素晴らしい、で、はい、ある程度安定するまでいてあげるっつって、まあ、ちょっと自分の店を持つ準備段階に弟も入ってたんで、それが時間が空いたんでこっち来てくれて、まあ、ちょうどいい時期だったんですね。そうですね、たまたまその時期があって、チャンスとかタイミングとか、そうですね、タイミングが本当にびっくりするぐらい。弟さんは今東京で、今小平で、小平に住んでますけど、向こうでまだお店開いてないみたいですなんかいろんなところの手伝いに行ってるみたいですけど、まあそんな今夜でこんな素晴らしいお店ができたわけですけれども、どんだけ素晴らしいかは来てみてください。お待ちします。レディオアクアス、あっこの知恵袋、あ、今日は知恵袋ですね。本当さっきでも聞いてて、ドジ日記にしちゃおうかなって思っちゃった。あの最初に歌ったじゃないですか、あの、はいはい、歌ね。で今日のために歌作っちゃおうかなと思って、ブラピさんの歌、うん、で、まあ、さっきはサビのところを歌ったんですけれども、こう歌詞をねいろいろ書いたんですけど、なんかほら謎の人だったからなんかわからない、東京でどんな暮らしをしていたのかとか、ね、何を、ね、今まで見てきたのかとか、そういう詩をあの考えてたんですけれども、毎日毎日通勤電車に揺られて、これでね、いろいろこう分かっちゃってもう歌えないね歌詞変えなきゃねというか、これがどこで知恵袋につながるか、ちょっとこれは見物ですね今日関係なかったんですけどね。え、関係ないの？じゃあ今の、いや今の話はさっき思ったことをちょっと言ったんですけれどもはい、ね、昨日鏡開きだったじゃないですか、11日は。はい、それであのお餅なんかね、みんなそのカピカピになったのを、なんかこう、なんか自調理したんじゃないかなとか思いますけど、まだね残ってるお家の方もいると思うんですけれども、そういう、ね、お正月に食べた、もう食べ飽きちゃったお餅とかの、はい、まあ、食べ方、ちょっと変わった食べ方とかいろいろあるんですけれども、かなり変わった食べ方じゃないでしょうねいや、美味しそうなあの餅ピザとかね。おお、餅ピザなんかはあのフライパンにこう油をひいたところに餅を並べて、ちょっとお水を入れて蓋をしてね、お餅が焼けた頃にあのピザソースを塗って
その上に蓋開けないの？あ、蓋開けいや、蓋に塗っちゃうよいいんじゃない？すいません、ごめんなさいはい、はい、はい、塗りまして、はい、そうですね、ピザソースを塗ったら、あのチーズとかを広げて、ベーコンとかピーマンとかね、好きな具を乗せて、はい、でちょっとまた水を入れて蒸し焼きにして、チーズがとろけたら出来上がりみたいなね、ちょっとピザ風にして食べたりとか。それ食感はどんな感じなの、うん、え、もちもちしたピザ、もちもち、え、でも水とか結構入れてるから、まあ蒸した感じになりますけどね、まあいろいろ工夫をして具とかね、あ、でも美味しそうだよね、してみたらいいかなと思うんですけれどもね、作ってみようかな、うちで、うん、で今ねカルフェスタとかのね話もありましたけれども、ちょっと変わった メニューが、ちょっと耳にしたんですけれども、餅入りの小豆カレー、はい、餅入りの小豆カレーっていうのを、実は昨日3分クッキングってあるじゃないですか、テレビで。それをやったんですね。食べたくないはい、それはですね、あれどこやったかな、すいませんね、リスナーの皆さん、髪の音がベラ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 その持ち入りの小豆カレーは、小豆をこう水で戻して、ね、はい、つけておいてから煮るんですけれども、で玉ねぎは粗みじん切りにして、にんにく生姜はすりおろして入れます。そしてローリエも、まあ、あれば入れていただいて、あとトマトの水煮とね、ケチャップをちょっと入れて、あと赤唐辛子をね、一つあったらそれを、栃木さんとかだったら最高ですけどね、はい、ね、おたらのね、はい、おたら、はい、唐辛子をちょっと入れます。それとは別にですね、鍋に、バターを溶かして、ヨーグルトと牛乳をちょっと大さじ2ぐらいずつなんですけれども、それをバター溶かしたところに入れまして、そこへカレー粉をね、入れるんですよ。で、そうやって溶かしたのと先ほどのお鍋のを混ぜるんです。味が想像できない で、うん、で実はこの作り方じゃないんですけれども、昨日ちょっとカレーライスだったので、カレーライス、そのバターを溶かしたところにカレー粉じゃなくて、そのカレーのルーっていうかね、できてるカレーを入れて、あ、出来上がりはこれ、あの焼いたお餅をね、コロコロにしてそこに入れて食べるという食べ方なんですね。それで餅入りの小豆カレーなんですけれども、あの作ってみました。カレー粉じゃないんですけれども、まあ、ちょっとぐちょぐちょってなってますけれども、まあ、一応作った証拠トマトのね、カレーだ、カレー匂いはカレーだ、うん、で、あのちょっと味見したんですけれども、あの唐辛子入れたことによってちょっとピリッと辛くって、うん、で生姜とかも入ってるので、すごい体が温まって、はい、小豆はどこ行っちゃった？小豆も入ってます。ちょっとこう返さないと、あのお餅も入ってるんですけど、うん、ちょっと沈んじゃったのでこうポンポンって乗ってれば、あの綺麗に盛り付けた感じなんですけれどもね、うん、あのもともとインドの方で、あのまあ、豆は、ね、黒い豆の、うん、入れるのが定番で、うだど豆っていうので、うん、あのカレーを作るんですけれども、うん、はい、それを小豆にして代用して作る、うん、意外と、まあ、美味しいです。意外とか作るそうだって、ちょっと、ね、作ったのとね、なんかそう変わったレシピだったんで、うんうん、どうなのかなと思ったんですけれども、ちょっとピリッとして、まあ、美味しいので、はい、後で味見する？しない、はい、あ、今日忙しいんでちょっと、はい、今日お腹の頑張りですね、もちろんあるけど、なんとも悪は
那須野ヶ原ピープルパート3、はい、ということでですね、先ほど、マスターさんがいろいろなイベントに関わっているというお話もちょっと出ましたけれども、その他にもいろいろイベント関わりあるんですよね。そうですね、ちょっと今冬なんで、はい、休んでるイベントがあって、まあ、ニキクラブさんでアートビオトーブっていうのがあって、はい、アートビオトーブ館っていうのがあって、そこの前で横沢マルシェ、あ、これを第3日曜日、はい、もう定期的にやってるんですけど、野菜を売ってたりとか陶器を売ってたりとか、あとはカレーとかご飯とかいろんなものを、その土地のものを売ろうっていうことで、アートビオトーブの松本さんっていうマネージャーさんが、はい、始めた、イベントなんですけど、これ一緒にカレーフェスタに出てる高山さんち、まあ、カレーフェスタの言い出しっぺは高山さんちなんですけど高山さんちと私とで、まあ、交互に出るような形で、そこにも関わってるんですね、はい。であとはですね、まあ、来春の話になっちゃうんですけど、3月の18日、さっきの音楽祭の翌日にも、大田原でのイベント、にぎわい市っていうのを、行いまして、でそれはプレイベントなんですけど、5月の第1日曜日から毎月第1日曜日に商工会議所の跡地、商工会議所が地震で被災しちゃったんで、はい、今更地になっちゃった。ああ、そうですよね。そこをイベント広場っていう形で開放していただいたんで、うん、そこでもうイベントを実は主催をして、やっていくっていうことで、今町の有志の人たちといろいろ話をしているところです。すごいですね。やっぱりこうイベントをいろいろ開催するっていう、こう先にはなんかこう町を盛り上げようとかいろいろあるんですかね。そうですね、やっぱりイベントに来てる人たちの顔がやっぱ楽しそうなんですね。那須町のクラフトフェアなんかも出させていただいたんですけど、すごい皆さん楽しそうにこういろんな品物を手に取ったり買われたり食べられたりしてる姿、そこの中にいる自分も楽しいっていう、そういうのをいろんなイベントに出させていただいて、体験したもんですから、大田原ってそういうイベントっていうのは朝市っていうのあるんですね、第4日曜日にあるんですけど、はい、まあ、それは数時間、短い時間で終わっちゃうんで、そうではなくて定期的にもう少し大きなイベントを仕掛けようっていうことで、商工会議所さんの協力を得て、はい、今そういうのもやろうということで、まあ、はっきり言えば楽しいんですね。イベント出ると本当に楽しい、はい、同じ飲食業じゃなくていろんな作家さん、アクセサリーの作家さんですとか、それから、木工品の作家さん、陶芸の方とか、いろんな方との出会いがあって、そのつながりがものすごい楽しい。でそれに音楽っていうのが今関わってきてるんで、音をどういうふうにこう合わせるかっていうのも今考えてるんですけど、まあ、音楽祭以外にもいろいろ頭の中でまだ形にはなってないんですけど、常に大田原にこう何らかの形で音楽あればいいねっていうのも今あるんで、それはまだ実現はちょっと先になりますけどね、今考えてます、はい。私も仕事柄お店の商売のあり方とかいろいろずっと研究してるんですけれども、イベントとすごくなんか似てるなと思うのと、あとこれからね、ずっとお店とかって大型転換が進んできたじゃないですか。でもなんかそれがまたこう戻り始まってて、でやっぱ商売もイベントも基本はやってる方も楽しいし、来たお客さんも楽しい、両方楽しいっていうね、なんかそこら辺が基本なのかななんてね思ってて、なんか周りにそういう人いっぱいいるんですよ最近、ね、だからいい雰囲気になってきましたよね、ここら辺もね。そうですね、まあ、大田原だけと私こだわってないんで、うん、まあ、県北を人をまとめにして、県北でそういう楽しいこと、はい、みんなで楽しめればいいし、買いに来られる方が笑顔で帰られればいいし、はい、まあ、もっと大きく言えば福島県ですとか、さらに埼玉東京とかね、そういうところからお客さんも呼びたいし、もう非常に膨大な無謀なことを考えてます。もうそれでね、
もう歌う人は歌って、はいはい、那須野が原の歌がね、うん、日本中に広まるし。ありがとうございます、はい、ということでじゃあ次のコーナー行きましょうか。レディオアクアス、イベント情報局。はい、では今週末のイベントを紹介させていただきます、はい、まず、14日、14日、あっこさんからお願いします。ごめんなさい、14日は我らの仲間でもあるね、君島大輔さんが、はい、君っちょこと君島大輔さんですね。君島さん、ここでもライブやられたことありましたよね。やりました、はい、はいはい、この辺じゃないんですけど、まあ、宇都宮ですね。宇都宮のヘブンズロック、ヘブンズロック宇都宮というところでライブがあります、こちらは時間が夕方5時半からですね、5時半から10時までとなっておりまして、1番目ですね、1番目に、遠藤香織さんと、お、遠藤香織と君島大輔ということで出演されます。チケットがですね、チケット代は1000円、はい、そしてプラス、まあ、ワンドリンク500円ということです、会場は5時からですね、5時からで5時半スタートです。ヘブンズロックってよく聞きますけどね、ちょっとまだ行ったことないんですが、この機会に、ね、宇都宮の宮園町ですか東部の宇都宮西口ビルの地下1階です。こちらあれですよね、こちらに電話すればいいのかな、一応電話番号ですね、はい、028-639-0111になっております。028-639-0111です、まあ、もしくはね、君島大輔さんとか、はい、遠藤香織さんの方に言っていただければ大丈夫だと思います。なんかね、その2人がこう活動してるのを聞くと、うん、3年後のね、うん、東京ドームにまた一歩ずつ近づいてるんだなっていう思いで我々もちょっと応援しがいがありますよね。そうですね。はい、そして15日、那須さん、NASU 那須さんの方がですね、蔦屋西那須の店の方でですね、14時と14時40分の2回、インストアライブを行います。5人のメンバーの那須さんが5人揃うのは滅多になくて、この日揃います。そして14時と14時40分開始なんですけれども、開始の前にお店の入り口の方の女の子のあたりでちょっと面白かったりするかもしれないから、皆さん5分ぐらい前に到着してあちこちこキョロキョロしてましょう。ということで、はい、あと17日、まだ詳細はね、はい、ちょっと、確定できてないんですが、17日黒磯の交友館 NPO できました。最近になってあの活動し始めたらしいんですけれども、交友館さんの方でですね、17日に、夜ですね、夜ライブがですけれども、これは大須賀秀樹さんという方で、デュークエイセス、トップテナーを、はい、やってらっしゃった、うんね、プロの方が、はい、ということで、はい、まあ、行きますけど分かんないですけどね、もし出てと言われればですけど、はい、一応顔は出そうかなと思っております。はい、はい、ということで、あっという間に時間になりましたけれども、もっといっぱい聞きたいことがね、はい、いろいろありましたけど、じゃあ、はい、
マスター、最後にカメラの向こうの皆さんに何か一言でも二言でも三言でも十言くらいまで OK だと思うんですけど、はい、お好みのコーヒーを400円でお出ししますんで、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。ブラピはブラッドピットではありません。ブラックピッグの略でブラピです。黒豚です。あ、そうそう、このお店の中に豚さんが何匹でしたっけ。今100超えてもう私数えたの分かんなくなりました。100、え、私も入れて、私も110ぐらいありました。おー、はい、アッコさん入れて110だそうです。ではまたスタジオの方にもね、はい、遊びに来て、遊びに、はい、行きます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ブラピさんでした。レディオー。